ウィークエンドは、1967年に制作、公開された、ジャンリュック・ゴダール監督のフランス・イタリア合作映画で、ある。放題では、いは大文字表記されている。舞台となった、セーヌ・イコール・エイコール・オワーズ剣のハント劇中に、登場する架空のビートニク・ゲリラ・フルソートは、フロントでリベレーションデザイナー・イオイセの略、セーヌ・イコール・エイコール・オワーズ解放戦線の意で、 セーヌイコールエイコールオワーズケンは本作の公開の翌年、1968年1月1日に廃止された。悪夢のウィークエンドに巻き込まれる、都市生活者の夫妻を演じる、当時34歳のジャニアンヌと、当時29歳のミレイ・ユダルクは、5年後の1972年にも、ジョルジュ・ロー・トネル監督の狼どもの報酬でも、再び夫婦役を演じている。 批評家で作家のミシェル・クールの映画監督のジャン・ユスターシュ、脚本家のポール・ジェゴフ、現代美術家のダニエル・ポムルールらも出演した。フルソメンバーのイザベルを演じたイザベル・ポンスは、ゴダールのメイド・イン・ USA に出演した後、彼女について私が知っている23の事柄では、ゴダールの助監督になり、ゴダールとジャンピエール・ゴランらのジガベルト・フ集団に参加。 バンジ会長でも、ゴダールの助監督を務めた。ポンスは現在は、映画プロデューサーである。フランス国内での公開の翌年、5月、革命さなかの1968年6月、第18回ベルリン国際映画祭で、キンクマ賞にノミネートされ、上映されている。雑誌、プレミアが選んだ、最も危険な25本の映画の1本に選ばれた。 2006年にポンピドゥセンターで行われたゴダール展に際しての大回顧上映では現在版権を管理する拷問によるニュープリントで上映された日本では ATG が1969年10月25日に公開した後フランス映画社が2002年4月27日にリバイバル上映した放題の表記は ウィークエンドであり、ウィークエンドなどは正確でない。パリで、中流家庭を営むロランとコリーヌのデュラン夫妻が、ある土曜日の朝、都会での生活に疲れ、近郊の田園地帯へ向けて、マイカーで、ウィークエンド旅行に出かけた。同じことを考える人々は多く、夫妻は、恐ろしい渋滞に巻き込まれる。尋常ではない渋滞の挙句、集団ヒステリーが起き、 次々に異常な事件が起きる。事故を起こした自動車と血まみれの死体。親指太郎とエミリー・ブロンテなどのコスプレ騒ぎ。銃撃戦。果てには、夫妻は車を事故で失うが、コリーヌは自分の命よりも車よりもエルメスのバッグを失ったことの方を嘆く。徒歩で田舎の実家に向かい。 一週間かけて、やっとたどり着いた実家で、夫妻は母親を殺し、遺産を手に入れる。パリへ帰る途中、ビート肉ゲリラフルソに襲撃され、ロランは逃亡に失敗して殺される。コリーヌは、フルソの若者たちと共に、夫ロランの人肉を喰らう縁に突入する。絶望的なウィークエンド。ありがとうございます。